新たなサーバントが出演した。早急に撃破しろ。気持ちいいな。行くぞ。奏者よ、ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできないぞ。何度でも言うぞ、ロア、奏者が大好きだ。うん、まったく大した敵だ。敵には同情を禁じ得ない。ルーラーの名にかけて戦いを収めます。すでに裁定は終わっています。ルーラーの名のもとにあなたを倒す。なんとエクストラクラスか。ひるみはせぬ、ここで討ち取るまで。ダメだよ、一体ではないか。覚悟は良いな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。便利なものよな。先を急ぐぞ。奏者よ、ここにはプラントがいる。奴かを倒さなければ制圧はできない。抵抗は無意味です。おとなしく下りなさい。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。この運命、そなたと共に開くがよい。はあ、ギガレス・イクトゥス。クレメール。おお、華々しいな皇帝よ。わしの教えなど不要ではないか。あくまで抵抗するのですね。ではここからは本気を出しましょう。主よ、我が旗に力を。見よマスター、すべて我らの領土となったぞ。でも we wrecked her。 果たせない。私が至らなかったから、主よお許しを。
いいもすよ、構えよ、来るぞ。噂をすれば姿を見せるか、自らの評価がそれほど気になるのか、英霊アルテラ。何、3人目の奏者はいないか、それともその指輪と一体になっているのか。そうだ、あれは私の所有物、私のマスターだ。外に出る自由も、お前たちと話す自由も許さない。やはり囚われの身であったか、貴様。マスターを何だと思っている。何度も言っている、あれは私の虜だと。本来なら指輪だけあればいいところを、ああして生かしているだけだ。だが前回はその選択を逆手に取られた。私の石室から出てくるなど許した覚えはない。その罰として、今はこの中に。主の声を無視し、まるやりにか。ますますどしがたい。やはり貴様にはきつい一撃を見舞わねば気が済まぬ。それはこちらも同じだ、サーヴァント。貴様が我がマスターを語るたびに、その甘さに吐き気がする。しかしだ、この結果は意外だった。征服王イスカンダルが敗れるとは。あの男、手を抜いた形跡はなかったが、なぜだ。お前の英霊としての霊気、性能ではあれに勝てる道理はない。なぜ勝利した、聞かせろ。そんなことも分からんのか、アルテラ。戦いを左右するものは性能だけではない。天の理、地の正気を嗅ぎ分け、これをつかみ取るは人の理、すなわち情熱だ。そして情熱であれば貴様は知るまい。この月で行われた聖杯戦争にて、矢と奏者がどのように戦い駆け抜けてきたのかを。パラメーターなど予想に過ぎぬ。定められた勝利を覆してこそ舞台の星。絆と愛の前に、あらゆる数値は道を譲ると知れ。絆、愛、隠された機能というものか。だがそんなスキルは確認されていない。そういうあれではない。今のでわからないのであれば、貴様にはわからぬものだ。大部分フィーリングの話だからな。いや、愛という言葉は知っている。それは感情というものだろう。確かに私には理解できない。ならばマルスの剣で確かめるまで。耐えろ、ローマの皇帝。涼しい顔のままか、アルテラよ。そしてマルスの剣と口にしたな。ならば栄光なりしローマの神々を知る者か、よもやローマにゆかりある者か。私は
アルテラ。私は破壊するだけだ。世界を、お前たちを。ローマ、そういう文明もかつてはあったか。なら、私が破壊したのかもしれないな。何？だが、必ずしもそれは私の本意ではない。破壊は私の本分だが、それだけの女と思われるのは心外だ。皇帝ネロ、お前のマスターとレガリアを私に引き渡せば、お前たちは助けてやろう。でなければ、マスターの精神であるものは、お前もろとも破壊されるのみだ。選べ、幸福か消滅か。わずかだが考えるための猶予を与えよう。よく考えろ。再び私とお前たちが出会うとき、それが猶予の終わりだ。あら？あらあら。なーに？ Why is she here? 貴様は？我らが優勢の化身、英霊アルテラ。そんなにお強いのに、何を悠長にやっているのかしら。倒すべき敵に情けをかけろだなんて、優勢はあなたにそんな命令出していた？が役目なのでしょ。殺戮が趣味なのでしょ。あら、趣味は。あなたの趣味が子豚の養殖だかコリスの飼育だか知らないけれど、いい加減にしたら。お役目破壊。あなたの存在意義、他に何かあって。黙れ。あなたの目に射抜かれたら破壊されてしまいそう。でもこれだけは覚えておきなさい。何にしたって優勢の目的は一つでしょ。情けをかけても結果は変わらないと思うけど。また優勢か。嫌が王にも気になる言い方をするのだな、ダークエリザ。やっとちゃんと名前を呼んだわね。もう一度また変な風に呼んできたら本当に殺してし。いいわ、特別に大盤振る舞い。何も知らない哀れなこの私に力をくれたもの。1万と4千の年を経て再び訪れる破滅の星。犯し、壊し、食らい尽くすもの。星と世界を終わらせる私のベルバー。 The fuck is a variable?顔色
行が悪いわよ、コブタ。もしかして何か思い出したことでもあって？惑星？世界？ベルバーと言ったな。それが貴様たちの言う優勢の中？とんだ道化の王もあったものね、セイブ。レガリアに選ばれたのに情けないったら。確かめてみなさいな。お抱えのなんとかいう義士がいたでしょ。エウレカエウレカうるさい全裸系バカが。尋ねればきっと答えてくれるわ。あなたたちのそれが本当は何なのか。それじゃあさよなら、あたしの永遠のライバル。それと小ブタ、せいぜい最後の時までの短い時間楽しみなさい。あがくなり嘆くなり何もかも忘れて歌うなり。何なのだ、思わせぶりに。いよいよもって優勢とは何を指すのだ。文字通りダークエリザの言葉に従うわけではないが、陣に戻り学士殿に尋ねるとするか。では聞こう、優勢とは何か。その口は何を隠していたのかをな。正しいわけあってのことなら、真実を隠していた罪は寛大に処す。だが理解されえぬ天才同士とはいえども、裏切りは許さぬ。覚悟はできているな、白草のアルキメデス。お言葉の通り、神王がセラフ統一を果たしたその時にこそ明かすべきと私は自らに定めておりました。どうか。つまり戦っていたのか。要は何事かひた隠しにしながら世の陣に居座ったと。良い。ですがサーヴァントとしての好み、仮初めの命を賭して一つ申し上げたく。そうか、許す。申せ。恩義に世界の命運がかかっております。こればかりはどう言葉を取り繕おうと変えられない現実です。世界の命運ときたか。似たようなものは常に感じているが、貴様の言うそれは違うもののようだ。率直に言ってセラフの存続につながる話か。いいえ、そのような生じではありません。世界とは正しく言葉通り我々が認識する宇宙の在り方、その定義、すなわち人類そのものを指した言葉。恩義の指に輝きしレガリアにこそ月と地球上の人類とその文明全ての命運が預けられているのです。ムーンセルにシステム技師として召喚された瞬間、私はその事実を知り得ました。故にこそ私は虚偽をあなたへ告げた。ムーンセルがあなたへレガリアを与えたこと、ムーンセルが14000年周期のシステム更新期を迎えたこと、それらが重なったのは偶然だと。
また1万4000年か。まあ、スース分かってはいた。システム。御意。真実は必然そのもの。月の聖杯戦争を勝ち抜いてみせたあなたこそ、1万4000年周期で訪れる敵との戦いに必要な存在であるとムーンセルは判断した。月の内部であれ、地球からの攻撃であれ、ムーンセルはあらゆる脅威を敵とは認識しない。しかし、そのムーンセルが唯一敵とみなすものがある。人類圏では存在しない敵、この太陽系、銀河系に存在しない敵、すなわち外宇宙から飛来するもの、その名をベルバー。1万4000年周期でこの太陽系に現れる捕食優勢、文明を破壊する魔のほうき星ベルバー。やはり聞き覚えのない名前だ。世の知る限り、各地の神話や伝説にそれに似た響き。はい、これはムーンセル中枢に記録された、ムーンセルのみが記録した名称です。ですが地上には一部この優勢の記録が残されています。1万4000年前に捕食優勢とは、文字通り外宇宙から飛来する優勢です。これはムーンセルと同レベルの技術、人類を上回る知性体によって作られたもう一つの神の目と言っていい。その正体、構造は不明ですが、捕食優勢はボイドセルと呼ばれる回路でできている。ベルバーは全てを破壊する星、量子によって稼働し、事象を記録観測し続けるムーンセルとはコンセプトが真逆なのです。事実、1万4000年前太陽系に現れたベルバーによって、地球の戦士文明は跡形もなく消滅しました。そればかりではありません。ムーンセルはそれまで蓄積したなゆたものあり得た可能性、数多くのイフの未来史さえ奪われた。ベルバーはムーンセルを通過する際、ムーンセル内部をハッキングし、その記録を奪っていったといいます。そのため、ムーンセルに残された古代文明の記録は、この時空の結果と振り幅が多少ずれた未来測定が数パターン残されたもの。いえ、それだけを守ることに専念したからこそ、かろうして人類の記録は守られた。ですが、今回もその保証はないということか。いや、ムーンセルは管理の怪物、たとえ使われない記録であろうと、わずかなメモリーすら奪われたくないのだな。しかり、そのためにムーンセルは対ベルバー用の防護策を考案した。それがレガリアであり、私なのです。ムーンセルはただ観測するだけのもの、ゆえにたとえ外敵が再来すると予測していても、自らを強化改造することはできない。まったく、これはムーンセルの宿悪といえます。この偉大な神の目は、自身より強いものは呼び出せても、自身を強くすることはできない。いや、そんなムーンセルが考案した防護策がレガリアシステムだった。自身はベルバーのハッキングに備え、中枢を完全に閉鎖し、自閉状態に入る。どのような外敵が現れようと破れない壁の中に閉じこもった。これがシステム更新の真実です。ですが、捕食優勢の特性から考えるに、その攻撃性は守りだけでは突破されるかもしれない。そのためには、中枢の外、壁の外でムーンセルの代わりにセラフを守る者が必要になる。
ベルバーが太陽系から去るまでの間、壁を破壊しようとするベルバーの先兵を打倒する王権代行者、それがあなたなのです、新王よ。あなたはセラフを治めるために選ばれたのではない、セラフを守るために選ばれた。すなわち、あまたの知的生命体を擁する世界の主語、この妖乱の世界を守る大役なのです。異星者ではなく、世に戦いの王であれというのだな。それは貴様の言葉か、それともムーンセルより授かった言葉か。無論後者です。そしてかつて地上の人としてあった我が思いでもありましょう。しかしこれなる真実はあまりにも重い。地上にて名を成した英雄といえど容易に受け止めきれるものではない。それゆえに私はあなたをたばかることを決めたのです。あなたがセラフの統一を成し遂げるほどの人物であれば、その時こそレガリアの真の意味を、この命を賭して告げてみせようと。貴様の言葉は受け取った、理解もした。世界を守る王か、人類史に名を刻む歴代ローマ皇帝であっても、その域にまで至った者はそう多くあるまいな。シラクサのアルキメデス、その言葉真実として受け入れよう。裏切りは裏切りだが、一度目は許そう。その首、今は貴様に預けておく。だが世を見くびったことは反省するがよい。確かに世の理解を超えた敵ではあるが、それが一体何だという。世はバラの皇帝、魔のほうき星などにおののくものか。空に輝く星々は思考の美を彩る輝きなのだから、それを守ることなぞ当然すぎて迷うまでもない。世は奏者の伴侶であると同時に民を守る皇帝。たとえカナテより飛来する敵であろうと、奏者と民とを守り、これに打ち勝つ。ムーンセルに言われずとも。見事、見事なまでの宣言、感服の極み。当代のムーンセルシステム技師として、私は最大の敬意を持って仕えることを誓いましょう。私は嬉しい。これでようやく本当の戦いが始められる。我らが神王の敵は捕食優勢ベルバー、ムーンセルを破壊する魔のほうき星。神器を一転し、この困難に打ち勝ちましょう。Okay. See us more sabers.